ウソリコ周辺の空中写真。画像上部のラチが恐れ山。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。地形図ウソリカルデラとウソリコ湖の流出部、聖津川に架かるソリ橋、ウソリコは、下北半島のほぼ中心、恐れ山にある湖。 湖全体が青森県むつ市に属し、下北半島国定公園に指定されている。正式名称は、うそり山湖で、これは、恐れ山が古くは、うそり山と呼ばれたことに由来する。そのため地図の表記を、うそり湖にしようという動きがある。恐れ山山地の県山の噴火で形成されたカルデラ湖。外輪山に橋を発する流入河川は十数本。あるが、流出河川は、 津軽海峡に注ぐ西津川の一本のみである。外林山は、京都山、地蔵山、剣山、大人山、小月山、北国山、廟部山、鎌伏山の八砲うそりこと外林山を総称して、恐れ山と呼ぶ。湖の北東部は、霊場恐れ山の境内となっており、温泉が湧き火山ガスや水蒸気が噴出している箇所がある。 恐れ山は活火山として指定されている。湖の底部は全体的に平坦だが、一箇所だけ急激に深くなっているところがある。ただし、発見することは困難である。水素イオン濃度は pH3.5 付近の酸性となっている。流入河川のほとんどが中性であるが、うそり湖の北東部から流れ込む沢に pH3 以下の強酸性のものがあることや、固定から、 硫化水素が噴出し、湖水に溶解していること、流出河川がたった一本しかないことなどが、共産性の要因である。場所によって pH に差異が見られ、例えば中性の流入河川の川口付近の酸性度は pH4 から6程度となっている。さらに、湖水全体の pH も、降雨量、降雪量などの気象条件によって、年間を通じて変動している。 今後の恐れ山の火山活動によって水質に変動があることが予測されている。湖に生息する魚類はウグイ一種のみ。その他、ヤゴなどの水生昆虫、プランクトン、プラナリアが確認されている。また、流入河川の河口に近い固定には、数種の水草が繁茂しているが、湖の中心部に行くにつれて見られなくなる。ウソリコに生息するウグイは、世界中の魚類の中で、 最も酸性度の強い湖に住む魚類である。そのため、このうぐいについて、これまでに地元の研究者や、青森県立大港高等学校、青森県立田辺高等学校、大学の研究者が調査研究を行ってきている。これらの研究より、ウソリコのウグイには、他のウグイには見られない特殊な塩基細胞がエラにある、ことや、 中世の流入河川に遡上して散乱すること、成長するにつれこまで下がってくること、流出河川である生津川を下って海に出ないことなどが分かってきた。しかし、昭和40年代以末、ウソリコウグイが散乱のため遡上する流入河川のいくつかにヒューム寒付節工事を施したため、ウグイが遡上できなくなった上、人間の乱獲、卵の踏みつぶしによって生息数が激減した。 なお、中世の流入河川には土壌が生息している。川口付近に生えるヨシなどの水生植物の間は pH5 から6の弱酸性であるため生息可能であるが、それより先のウソリコには降りることはない。ウソリコ周辺で確認されている鳥類は、コチドリ、ツツドリ、ウグイス、小ガ青アオベニマシコ、ホウジロ、トビ、エナガ、ヒガラ、コゲラ、ゴジュウカラ、 死獣から、格好、キビタキ、キジバト、カワウ、カイツブリ、アオサギ、イソシギ、マガモなどである。湖に注ぐトウムサワには、水銀を吸収する性質を持つヒロハツボミゴケという、コケの一種が群落を作っている。ムツ市街より、青森県道4号ムツオソレ山公園を果たせん。国土地理院。平成26年全国。 都道府県市区町村別面積町個小面積。2015年3月8日閲覧。地ン地図。国土地理院。2017年5月29日閲覧。恐れ山うぐいの賛成的大きい東京工業。大学大学院生命理工学研究科2004年2月20日東欧日報のウェブサイトは、ウソリコのうぐいエラに特殊機能と次を報じた。 東京工業大学の広瀬茂久教授らはエラの細胞で働きが活発化する遺伝子を分析。多くの細胞でネイ分子が作られることを突き止めた。ネイは体に必要なナトリウムイオンを外から細胞内に取り込むのと同時に不要な水素イオンを組み出す。この分子を含む細胞数が通常のうぐいの3から5倍に上った。また全身の臓器で グルタミン酸を分解し、中和剤を作り、pH を調整することも判明した。ありがとうございます。